台風の現地レポート、頑張ってる姿が印象的で内容が全く入ってこない。共感できる方は高評価お願いします。皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画はついにフォートナイトの世界に雷と台風がやってきました。以前からこの情報を知っている方もいると思いますが、今回はこの雷と台風がどういう状況で発生するのか、また遭遇した時にどうなるかを説明していきたいと思います。ではどうぞ。まず雷とトルネードを積極的に探したい方はスパイダーマンミシックを取ることをお勧めします。そしてスパイダーマンミシックを取ったなら、一番真ん中にある裂け目があるところで待機をします。そしてここでまあ適当にこうやってヤグラ組んでもらって、ここからその雷の雲が発生しているか、トルネードが発生しているかを確認すれば良いと思います。トルネードとか雷の雲ってものすごいでかいんで、もう一目瞭然でわかります。はい、発生してますね。この雲は雷の雲です。では発見したなら裂け目でひとっ飛びしてからスパイダーマンミシックで追っかけていきましょう。そして雷の特性としては、こうやってバンバン雷鳴って、ほんで当たったところが焼けます。そしてうまーく自分に雷が当たってくれたら10ダメージかな、ちょっとダメージ食らってから、ほんで移動スピードがアップします。秒数で言うとこれくらいです。ただ雷当たるのもなかなか難しいんで、どうやって当たりやすくするかってなると、この雷の雲の下で一番高いところを目指します。そうすると当たりやすくなるらしいです。ちょっと実証できなかったんですけど。もう一つ当たりやすくするには、水の中、水の上とか、そういうところにプレイヤーを移動させる。こうすると結構な確率で雷が来ましたね。はい、こんな感じになります。では次にトルネードの説明をします。トルネードは雷に比べてなんか発生頻度が少なかった、低かったような気がします。トルネードはもうものすごいでかいです。近づいたらすごい圧倒的な圧力。もう街をなぎ倒してますね。もうすべて。ほんで、トルネードに近づいたからって別にダメージが入ることはないです。ただただこうやって巻き込まれて上にグーンって上がってって、グライダー開けば遠くまで飛んでいける。そういう仕様ですね。なのでアンチ移動とかめっちゃ便利やと思います。次に雷雲やトルネードが発生するタイミングについてなのですが、これはマジでわからなかったです。何回も何回も検証したんですけど、読めない。雷雲はわりかし第一収縮が決まった後、数秒後かに発生すること多かったんですけど、そうじゃない時もありましたし、トルネードも第一収縮が完了する直前ぐらいに発生すること多かったんですけど、一概にも言えなかったです。これに関しては引き続きちょっと調査して、また分かり次第動画を投稿しようと考えてます。よかったら皆さんも雷とかトルネード探してみてください。説明は以上です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録、概要欄にある各 SNS のフォローよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。